さあ続いてはね、女子のコーナー、安田さんがいる時だけ女子のコーナーね、はい、なんでかつては安田さんが女の気持ちがわからないから女の気持ちを教えてあげるあ、お願いします、ね、女子からでお願いします。本当めちゃめちゃそうですよ。どうしようかな、これからしようかな。ラジオネームおまんつむなに、おまんつさんでしたでしょ。いや俺違うと思うよ。違うの、もう分かんない。いいのよ、そう気にしなくていいから、はい、リラックスしてやってください。わかりました、わかりました。勉強だから。あ、僕は勉強すればいいですもんね。はい。こんばんは、玉袋にマダニが寄生している玉袋めちゃめちゃ痒い系女子です。玉袋って言っちゃってるじゃん。ね、安田聞いて、安田さんね、聞いて聞いて安田、はい。はい、安田さん。うちこの間原宿歩いてたらモデルのスカウトさんに囲まれてめっちゃ大変だったの。スカウトしてきた女子は。力士系 SM クラブとか爆乳ぽっちゃり系専門デリってとこだったな。なんか安田と話してたらなんか玉袋かゆくなってきちゃったな。今度玉袋に寄生してるマダニ皮膚科で取ってもらったら安田にあげるから。じゃあね。太ってるおじさんってことでしょ。だから太ってるおじさんでしょ今の言ってんの。ラジオネームアナル小爆発かっこ誰が見ても女子だよ。あれがそれはチンコ勃起させてアナルにうなぎ入れるのを失敗したニョロニョロ系女子です。女子って編み物でいろいろ作って彼氏にプレゼントしてあげた生き物なんだよ。有吉さんに何作ったら喜んでくれるかな。おい腐れ安田、そうそんな、てめえには気持ちを込めて体に直接刺繍してやるよ。まずはてめえの背中にな、生まれてきてごめんなさいって刺繍してな、目と口とアナル塗ってやるからな、テレビでこう言え、リアルテディベアだよ。あごめんなさい安田さん、全然テレビ出てなかったですね。ああ私のおっちょこちょいまた出ちゃった。どっちで攻撃したいのよ。縫う方でしたいのかテレビ出てないことをディスりたいのか。ラジオネーム千秋直美かっこ JK1 女子高生1年生1年生ってことですか。おはチンコから古いんだよまず。流行ってんだよ回って。またおはチンコから栄養補給する寄生獣系の女子です。昨日隠す気ねえじゃんもう。昨日ね、原宿の竹下通りにハンドスピナー買いに行ったの。早く有吉さんに自慢したいな。おい安田、そうだな、さっき代々木公園でどんぐりに爪楊枝刺してくるくる回して遊んでるジジイとボロボロのが聞いたけど、あれお前だよな。違うわ違うわ。金がねえからって先週の放送でハンドスピナー買ったっつってお前見え張ってんじゃねえよ。あんまり嘘ついてるとチェーンソーで腹かっさばいてな、小腸引っ張り出してコマみてえに回すぞてめえ。分かったらな、カブトと一緒に滝山市でも行ってるだろ貧乏ゴリラ。言い過ぎだぞお前。どんぐりお前どんぐりで止めとけそれ。どんぐりつまようでさし。こまそれこまない。やっぱさ、それこまやってねえし。やってねえしそこで止めとけや。ラジオネームラッパーザキミちゃん。ザキバジョブなそれはな。かっこ本物の女子。うるせえんだよ。うるせえもう。千年に一度のでかい金玉を持つ橋本環奈系女子です。隠す気がない。人にも女子ってね、人にも隠す気がない。マジカルバナナが好きなんだよ。古いよお前。今からね私バナマジカルバナナやっちゃいます。どこまでできるかな、ワクワク。マジカルバナナ、安田と言ったらブサイク、ブサイクと言ったら安田、安田と言ったら声汚い、声汚いと言ったら安田、安田と言ったらつまらない、つまらないと言ったら安田、安田と言ったら気持ち悪い、気持ち悪いと言ったら安田、安田と言ったら死んでほしい、死んでほしいと言ったら安田、くー安田ループ終わんねー。その髪よこせ。ダメだよ。もう許さねえよそいつは。女子だから。女性のメールアドレス。もうそいつは許さねえぞお前。あげときます。
ラジオネーム、シスターフットオブスティール。ブラザーオブだろ、ブラザー、ブラザーブラザーなんていいんだよ。ブラザーのやつだろ、知ってるよ、そいつも。どうも、自分の性欲、抑えきれず、筆先に思いぶつける、官能小説家の女子でーす。せーな。官能小説書くのって意外に難しいけど、私みたいなむっつりスケベは集中するとペンが止まらなくなっちゃうの。それじゃあ今日は特別に私と安田の濡れ場シーン書いたから紹介するわね。安田の汚い指が私のクレパスを強引にこじ開ける。ないで汚いと。安田はいつもそう。安田さんなんすって。私の心の奥底など覗こうとせず、私の股ぐらにしか興味を示さない。安田の臭い汚い吐息はまるで銃器のように耳障りで私は眉を潜める。安田はいつもそうだ。汚い汚い臭い汚いどどめ色の肉棒でしか対話を求めない。臭い安田はどどめ色の肉棒を私の可憐なサーモンピンクの三つ壺にぶち込み、汚い安田のクソ棒は即座にヘドロのようなガチ汁を垂れ流す。多いんだよ。安田はいつもそうだ。俺の表現が多いんだよ。はしたない安田は本当に臭く、汚く、哀れで貧しい生き物なのだ。女の方を表現しろよ。どうかな、うまく描けてるかしら。描けてねえ、全然下手くそ。ていうか安田、何あんた、フルボッキーしてんじゃない。してねえわ。マジ気持ち悪い、最低、バカ。やっぱりあんたみたいな、糞尿ゴミゲロジジイは、官能小説なんて似合わないわね。本当に気持ち悪い、死んだらいいのよ。多すぎる、悪口が。悪口が多すぎるよ。エンジェル。エンジェルだから。エンジェルだから、かけんじゃねえよ。よく一枚でかけたな、お前。字ちっちゃくなってんじゃねえかよ、お前。安田、ラジオネームメイドメイコ。やっほー、安田さん大スク系女子です。そういう子だよ、そういう子。有吉さん、あんまり安田さんをいじめないでくださいよ。そうだ、みんなも安田さんの悪口やめて。ほら安田さん泣いちゃってるじゃない。安田さん辛かったわね。ほらギュッとしてあげるからこっち来て。はい。なんてな、かかったな安田。俺の腹の周りにはびっしりダイナマイトが巻かれてるんだ。これを爆発させれば確かに俺も死ぬがな。お前を殺せれば本望。どうしよう、来世は桜の下で会おう。さらばだ。ドカーン。バカじゃないの、バカだわ。以上。さあ続いては女子。はい、女の子の生態を安田さんに教えてもらってます。そろそろ女の気持ちが分かるようになってね、ジェントルマンになってほしい。奥さんが、わあ、見違えるようだわ、うちの旦那って思われてほしい。わかった？はい、わかりました。マジで、文句ばっかり言いすぎて、本当の女の気持ち分かろうとしてないから。まあそう。文句ばっかり、口答えばっかり。亭主関白、未だに。口答え、いや、そんなことないですよ。頼むね。はい。ラジオネーム、起きてルーシーリュウ。起きてルーシーな。もううるさいな。はい、安田。安田さん。I'm Beyoncé。まあそう。日米友好の一環として、ゴリラフェイスのお前に、アメリカ女子の気持ちを教えてやるな、マザファッカー。まず言っとくけど、お前の顔面、アメリカじゃ0点。だってマーベルコミックの超人みたいな顔してんじゃん。そんなことねえ。じゃあ金で釣るかって言ってもノーマネーだろ、このプアメン。うっせえな。暇なら炭鉱入ってゴールドラッシュ掘り出してこいよな、ブス。出てこねえんだよ今。でお前がモテる可能性があるとすればセックス。お前くらいブスだと6時間ぶっ続けて君にしてチャラだな。とりあえずクソデブのマライアキャリー紹介してやっからよ。サウスブロンクスのボロ部屋でコーラ飲みながら頑張れや。下手こいたらグラミー賞の盾でドタマ勝ち割るからな。まあ、じゃあ下手こかないように、あげときます。あげなくていいと思いますけど。グラミー賞あげときます。グラミー賞あげなくていいと思いますけど。はい。ラジオネーム不可思議レインボーちゃん。はい、どうも。ゴキブリ見つけたらすぐに食べて胃酸で溶かして最後はアナル通過させてトイレに流す拷問してる女子です。女子は本当に虫が嫌いでいろんな殺し方するんだよ。例えば分子レベル2まで叩き殺す分子叩き、尿道に突っ込んで驚異的な尿圧で殺す驚異の尿攻め、虫の頭をアナルに突っ込んでアナルを思いっきり締めて首切り落とすアナル斬首。私の友達の間で主流なのはこれぐらいかな。おい安田、
てめえみたいな女子の生態全く理解してない男っていうのは俺たちからしたら虫けらそのものなんだよ。俺たちって言っちゃってそのくせビーチじゃしょうもないチンコぶら下げて近づいてきやがってまさに飛んで火にいる夏の虫俺はこれまで数々の男いや虫けらどもを自分のアナルに突っ込んで斬首してきてやったてめえもその一人にしてやるからな半蔵門で屁こいて首洗って待ってろアリコロリンは特別にあおっぱいで挟んであげるんだ優しい嬉しい優しい、ラジオネームビスマルコバットの代わりにチンコで野球してたらコリジョンルールが適用されて最終回に逆転負けした神スイング系女子ですおい安田安田さんがてめえ何ボーっとしてんだよ今から球放るからさっさとキャッチャーミットつけて構えろやよし行くぞ、はい、俺がバズーカーを構えるバズーカーに点火バズーカーが安田のミットめがけて飛んでいくヒーとドエーちょっと安田ちゃんと私の球取ってよっていうか安田コッパみじんになってんじゃん超ウケる何笑ってんの写真撮ってインスタにあげようわかんないよ全然タグは安田打ち取ったなう安田の人生ゲームセット安田の自力優勝消滅うるせえこれでよし多いんだよいいねどれだけつくか楽しみだな南海ホークス古いんだよめちゃめちゃ面白いじゃん何が面白いんだよあげとこうとあげる甘いなラジオネームラブミー大陸こんばんワンカップバイアグラ1リットル飲んでチンコがバキバキになってユニコーン系女子ですデトックスって知ってる体の中の毒素を出してスッキリするやつ女の子はみんな知ってるんだよあれなんかくせえなくせえぞうわせえから豚のクソかと思ったら安田じゃんそんなことないわ声と顔汚すぎるマジウケるお前の汚さ普通の風呂じゃもうどうにもなんねえからそんなことないぞ180度の油風呂でデトックスしてやるななんだ油風呂ってその前に燃えやすいようにアルコールぶっかけてっとあれ安田死んじゃったよ早いだろそういえば安田って殺菌だったはテーペロン太郎何安田の死体うなぎに食わせてうなぎ養殖でも始めようってそのうなぎが育ってたら恵まれないカブトたちにかば焼きごちそうしようワクワク早いだろ始末すんのがアルコールで雑菌だから早すん誰が雑菌だよな油風呂入れる前に早すぎんだよなんで油風呂の前に殺すんだよお前いかない何が女子の生態だよあげようあげなくていいんだよそれパンラジオネーム、サイン Z カップサイン Z ねどうも自分の玉金真っ赤に塗ってプチトマトメイクしてる何を言ってんの何を言ってんのごめんなさいもう一回ちゃんと言いますはいちゃんとやってどうも自分の玉金を真っ赤に塗ってプチトマトメイクしてる女子ですうちね甘いものマジ好き特にパンケーキ、多い日には1日6枚も食べちゃうの食いすぎだよこんなに食べてたら確実に太っちゃうおい安田安田さんねこの前な、地べた這いずる回って小銭集めてるてめえのガキ見たぞやってねえよ腹すいてるみてえだったからなパンケーキ食うかいって差し出したらな一瞬で平らげてたわやっぱすげえなお前のガキだってさ、あれパンケーキじゃなくて、マンホールだぞ。何壊してんだよ。何壊してんだよ、人の子供に。耐えられるわけないだろ、そしたら。マンホールなんか。エンジェルあげとこう。全部あげちゃうじゃん。甘すぎるんだよ。甘すぎるんだよ。ねえ。ああ、ラジオ面白いな。もうやばい時間がないラジオネームメイドメイコかっこ夏色のネイルにしました有吉さんこんばんはくびれが欲しいからダイエット頑張ってる120キロ系女子ですねえ安田さん、はい、私昨日安田さんのこと見ましたよそうほら
国道に内臓ぶちまけながら仰向けで寝てましたよね。あー、それ猫の死体だった。バカじゃない、安田さんにそっくりだったから間違えちゃった。なんで猫と間違えるの。ほら、あの安田と猫の死体って刺繍がすごいところとか誰からも愛されないところとか似てるし、間違えてしょうがないですよね。でも昨日死んでた猫ちゃんは服着てたから安田より金持ちだわ。どんまい安田。服着てんだよ俺も。以上。続いては女子、女の子の生態を女心のわからぬ安田さんに教えていただいております。勉強してください。私が教えてもらうってことですね。もちろんだろうバカ。ラジオネームナッツクラッコ。自分の金玉を煮込んで精進料理として食べている土井吉春系女子です。金玉ユンは美味しいんです。さあ今日も美味しい金玉料理作るから、皆さんも家で作ってみたらよろしい。今日使う食材は、安田てめえだ泥人形。はい、今日はね、安田の姿揚げ作っていきます。安田の皮を剥いで目玉をナイフでくり抜きます。お腹に少し切れ目を入れて内臓を取り出します。安田は痛えーと同情を誘ってきますので、生爪全部剥いで黙らせてください。180度の油でこんがり揚げたら出来上がり。ほんなら食べてみましょうかね。安田はやっぱ臭くてまずいな。作んなよ。レシピはホームページに掲載します。皆さんも作ってみてください。作らねえ、まずいんだろう。結構中からいらなくなるの最初面白いのに。水亀座、こんばんみ。安田をとにかくかっさばきたくて毎日うずうずしてる女子でーす。言い方だけだよ。おい安田てめえ、安田さんなお前、ほんとすっぴんの一行みたいな面してるくせよ。毎週毎週偉そうにのさばってんじゃねえぞ安田。ただのクレームじゃねえか。というわけで、うざったい安田の正しいやっつけ方みんなにレクチャーします。いいそんなの。まずは安田と一緒にお酒を飲んでトイレに行った隙に毒を盛るなんてのは野暮で、最後まで一緒に飲んで潰れたふりして送り届けてもらい、潰れた値に手を出さなかった安田は満面の紳士面で帰ってるはずだから、そんな安田の背中をアサルトライフルでババ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 バ。これすっごく興奮する。興奮しすぎてノーハンド射精しちゃったテヘペロ。じゃあそんな作戦いらないだろ、そんな武器持ってんだったら。なんかそんななんか飲んだりとかいらないだろそんなの。打ち合いだろすぐじゃん。打てよお前。うるさいんだよ。聞けよ紳士に。紳士になんか聞いてられっかよ。紳士には。ラジオネーム夜嫌いの女子高生。夜行性な。夜行性だよそれ。知ってるっすよ。やっほー、お股におちんちん挟むのが特技の女子です。女子になる気ないじゃないかよ。突然だけどさ、今日はね、安田さんに告白があるの。え、安田さんの名前でアイウェオ作文作ってきたからドキドキするけど聞いて。ああ安田和弘の矢。優しいくたばった野良犬みてえな顔で。安田和弘の巣。最初ぐらい褒めろ。素敵、うん、不敗臭がしてるけど、うん、安田和弘のだ大好き。そんなわけねえだろバカ。もういいよ下の名前。安田和弘のか。いいよ、カンもいかなくて。カメムシみてえな面してる。もう褒めねえな。ずずっと牢獄で。あな、もう褒めねえわ。もう褒めねえ。暇を持て余して、うん、ろくでもねえ人生にさっさとピリオド打て、このお仏野郎。今夜お前の家にな、お前の大好きな巨大ハンドスプナー、通称ヘリでな、突撃してやるから待っとけよお前。あなたでココを、なたでココ食べにょう。いらないんだよ、なたでココのくだりもういいよもう。ラジオネームおまっとちゃんでした。おまっとさんでしたね。かっこ会えない時間、会えない時間が愛を育てる。やかましいんだよ。会いたくねえお前となんか。女子便所から放尿音が聞こえると勃起しちゃう女子です。
私には夢があるの。それはね、安田のお葬式プロデュースすること。まずお通夜はね、火がついたろうそく安田のへそに突き刺して参列者で安田囲んで一人ずつ安田の悪口言うの。超泣ける。いけねえよ。葬儀はね、坊主が木魚の代わりに切断した安田の頭をね、バチで叩いてね、参列者が安田に砂利をぶん投げる。恐ろしいよ、恐ろしいんだ。恐ろしいよ、もう。最後は安田を荒野に連れてって、腹を空かせたハゲワシに安田を食わせる。いわゆる長相だよね。ここでお前のガキもハゲワシと一緒になってお前を食い出したらめちゃめちゃ感動的だな。ね、ああ、安田早く死んでくれねえかな。死にません、死にません。僕は死にません。あ、なんでじゃん。ネジオネーム、もっち。チンコをかけて約束します。100% 女子です。チンコかけちゃってください。ダメなんだよね。最近女子の間ではね、うん、首に巻きつけるファッションアイテム、チョーカーっていうのが流行ってるんだよ、うん。今日は特別安田のために私が手作りでチョーカーを作ってきたのだ。つけてあげるから、ちょっといらない、首貸して。いや、やることわかる。首貸してね。首、はい、じゃあ、はい、はい。だまされたな。だからもう。これはチョーカーじゃなくてな。お前の首を絞めるために用意した超極太ロープだよ。だから分かってたから断ったんだよ。てめえが不細工な顔で苦しんでる姿を見ると体がゾクゾクしてたまんねえ。ボッキボッキボッキのパーティーだ。ボッキって言ってんの。この苦しみ、仕事がないよりかは楽かもな。お前が息を引き取った後皮膚を丁寧に剥いでな、丸焼きにしてお前を使ってケバブ屋でもやってやるよ。いいや、ケバブの値段は一つ10円安いな。てめえみてえなドブ臭い価値のない肉使っても高くは売れねえわな。このボケカス、うるせえな、仕事しろよ。余った皮膚で手作りバッグ作っちゃおう。いろいろ作るんじゃねえよ。無駄にする、無駄にしないっていいんだよ。バカ、反発。おお、ラジオネームバラマンディ、カッコ、ボディコン。いいね。バラマンディって言うだろ。女が吹いてるトロンボーンにチンコ突っ込んで、その振動で射精しちゃう、オーケストラ系女子です。安田、安田さんな。お前センスねえから俺がいい自殺の仕方教えてやるよ。なんだよ、センスのいい自殺。まずは自分の拳を口に入れて失速し。これなら死んだ後でお前の肉食いに来る犬がくせえ口臭で気絶しなくて済むしな。なんで俺食いに来るんだよ、みんな。次は息子を怒らせて刺される。あんなガキは少しでも悪口言えばすぐムキになる。そしたらナイフ持たせて首の後ろ一突きだよ。ここまでいろいろ紹介しましたが、正直俺はお前が死ねば何でもいい。バイキン消えろ。有吉さん、ラジオ毎週聞いて。聞くな、もう聞くな、お前なんか。続いては女子、まあ生女子、生女子っていうことではラストかな。ラストですね。来週は録音女子だから。録音女子だから、生女子は、生女子、はい、です。女子いっぱい送ってくれてて面白いんですけどね。もう1回中断、はい。また松崎と我がだから、はい、オタク、オタクの、オタクちゃんのコーナー、はい。で、また誰か来た時男子に戻って、また安田の時だけ女子、うん。安田さんね。いや、いいですよ。別に女子になんなくてもいいですから。ラジオネームし、お前が全然勉強しねえからだろ、バカ、ハゲ。ラジオネームシスター。ハゲてない。シスターウッド、スティール。どうも、コーヒー牛乳にザーメンでハートマークを書いたラテアート写真をアップロードしてる、チンスタ映え女子です。そんなこと。今日は特別にクソほどダサい安田を人気チンスタグラマーにするために私がチンスタ映え講座開講してあげるわね。まずは安田愛用の靴の写真を載せるのがいいわね。靴の先端は穴が開きっぱなしで、靴底はペラペラで便所サンダルみたいだけど、逆に前衛的でおしゃれだから100いいね獲得。そして私服を載せるのも忘れずに、ネズミとヘビの生顔を縫い合わせてカラスの羽のファーをあしらった安田お手製のアウター公開すれば500いいね獲得するのも楽勝。あとグルメね、まずはつけ麺屋で麺をビチクソにつけた写真で1000いいね獲得でしょ。でコーヒーショップのテラスでバカみたいに甘いコーヒー安田の糞尿ゲロチヘドでデコレーションしたフラペチーノ写真を載せて2000いいね獲得。極めつけは焼肉屋に行って安田自ら腹かっさばいて十二指腸焼いて共食いしてる写真載せれば5000いいね獲得間違いなし。
どう安田、チンスタって敷居高いように見えるけど、あんたみたいなバカでもたくさんいいねもらえるし、意外と簡単でしょ。やりませんよ、やりません。いい小児だね、おじさん。ラジオネーム、喉が渇いた汁出しピュッピュ。アリタン、ヤスタン、スタッフの皆たん、こんばんたーん。あ、女の子。チンコが五円玉にはまって抜けなくなった女子だぴょーん。違うわ。安田さんは知らないと思うけど、女子ってやっぱりじゃんけん好きじゃん、うん、だから私と一緒にじゃんけんしましょう。はいはい、はい、はい、手出して、はい、準備できました、はい、はい、いきますよ、はい、はい、最初はグー、じゃんけん、ドゥーン、はい、バズーカーで私の勝ち。待て待て、やっぱ私ってじゃんけん強すぎ。ドヤ、ドヤ顔勃起が止まんねー。あれ、吹っ飛んだ安田の生首が口パクパクしてなんか言ってんな。あ、なになに、あって、まあ、口くせー、お前死んでも口くせーのかよ、勘弁勘弁。てかお前もう、臭すぎてウジ虫湧いてんじゃん。マジウケるんですけど。そうだ、あ、今度カブト君と一緒にじゃんけんしようと。爆破で終われよ。爆破で。口パクパクしてるから。何を口の匂い、お前が口パクパクしてるから。何を口の匂いを嗅ぎに来てんだよ。口パクパクしてるから。バズーカーで飛ばされたのに。ラジオネームおまっとちゃんでした。かっこポップティーン卒業。おまっとさんでしたね。知ってるよ。はっけおーい、残ったで、チンポを出すうっちゃり系女子です。これから安田のいいところ10個言えるまで帰れません。やりたいと思います。すぐ言えるだろ。でも私安田のいいとこいっぱい知ってるからね、すぐ帰れちゃうかもです。じゃあ始めます。はい、あれ、おかしいな、全然思いつかない。そんなことないよ。このままじゃナイトプール行けないよ。いけるよ、すぐ行けるよ。あ、そうだ、安田を殺すまで帰れまてんにすれば、そこ帰れるじゃん。帰るんじゃねえよ、そんなの。ああ、でも真綿で首を絞めるようにじわじわ安田を殺したいから、どっちにしろすぐ帰れないよー。なんて恐ろしい文章か。ラジオネーム、ラッパーザキミちゃん、ザキバチョフ、かっこ正真正銘の女子、女子やかましい。女子やねえんだよ。つまんない変顔で笑いを取ろうとするリリコ系女子です。私って謎かけが好きな人じゃないですか。知らないけどね。だから今日は大好きな安田さんでね、謎かけしちゃいます。あ、お願いします。大統領とかけて安田さんと届きます。はい、その心はどちらも人気があるでしょう。うまいじゃん本当に。納豆とかけて安田さんと届きます。その心はどちらも臭いでしょう。はい、ゴキブリとかけて安田と解きます。いい、もういいよそれ、ね、どちらも気持ち悪いクソ虫でしょう。もういいよその辺で。ゴミとかけて安田と解きます。もういいよ。どちらも汚くて臭い、この世にいらない存在でしょう。やめろやめろ。安田とかけて安田と解きます。もういい。もうそんな、なんでもない。ブサイクで声が汚くて気持ち悪くて、はい、さっさと地獄行きやがれ。安田ディスってすっきりしたな。おっぱいパブ行こう。ボラレロ。おっぱいパブでボラレロ、お前は。ジオネーム、シスターオブス、シスターオフットオブス。ブラザーね、ブラザーのやつね。どうも、夏が大好き、小麦色の女子です。お、夏っていいよね。女の子は開放的な気分になるから、ファッションも過激になっちゃうのよ。今日もホットパンツで、街に繰り出したら、通りすがりのクソギャルにね、おい、おっさん、新芽見えてんぞ。どこじゃねえか、完全にお前。やれちゃったよ。何？私が親父キャラだってバレてるの？違うわ。って思って、途端に恥ずかしくなったからね、駅の便所でクソギャルボコボコにしてやりました。そんなわけで夏到来ってことで、おしゃれなかき氷屋さん来てみました。あ、なんだ安田、てめえもかき氷か、おい、いい身分だな、一丁前に扱ってのか、おい、涼しくなりてえのか。
極寒を絵に描いたようなクズが生意気なんだてめえよ。てめえの血ヘドと私の濃厚ザーメンぶっかけていちご練乳かき氷食わせてな、体の芯から震え上がらせたろかい。いやてめえみてえなクソカスにかき氷なんてもったいねえな。下水道で流しそうめんでもしてな、ドブネズミと盆踊りしてるわバカがよ。俺かき氷食ってるだけだろ。なあよく言えんなそんなやつに。ジョニーボイン Z、 どうもーザーメンで打ち水してる女子です。安田お前この暑さにやられて白目向いてんじゃねえか。仕方ねえな、うちが超涼しいとこ連れてってやるな。まずお前のアナルにロケットの先端をねじ込んでそのまま発射んで、なんもない宇宙空間にたどり着いたらそのまま安田ロケットから切り離して置いてけぼり。ほら宇宙空間マイナス270度だからな、いつものうだるような暑さも忘れられるね。もし体が冷え切って辛くなったらそのまま地球に向かってダイブすれば大丈夫よ。大気圏で体が燃え出すからな、一瞬で暖かくなるからな。安田とりあえずアナル見せろ。ロケットがなスムーズに入るように軽く切開するからな。どうしたの、もう終わり、これこのコーナー終わり。今日は終わりです。コーナー女子、はい、今日がとりあえずはラスト女子、はい、ラストウーマンと言えばいいでしょうか。そうですね。ラスト女子ですよ、まあ、ラストにしていただいて。ラスト女子、はい、まあ、いわゆるラストウーマンと言い換えてもいいんじゃないでしょうか。はい、言い換えて誰でも結構です。全然。ラジオネームパンチドランカー斉藤恵子、たこ焼きを勃起したチッコでひっくり返す料理大好き女子だぴょーん。今日はね、料理大好きな私がね、3分でできる簡単料理を教えるね。料理名、安田のお作りでーす。まず生きてる安田を生け捕りにします。この時気をつけなきゃいけないのがね、安田はすぐ大声を出そうとするから喉に一発手刀をお見舞いして黙らせちゃってね。そしたらね、雑菌と腐った魚と同じあの体臭まみれの体を浄化するために灯油をぶっかけてから火をつけてフランベしちゃいますね。フランベが終わったらね、氷水1トン安田の頭上めがけて落として身をギュッと引き締めます。で下準備の完成。まだ下準備なの。これからが本番。みんな目をちゃんと取ってるかな。下準備終わったらチェーンソーで安田の体をズタズタに切り刻んで跡形もなくミンチにして、粗塩、100キロぶっかけて完成。どうだ安田、塩まみれ、うまそうな料理だろ。塩まみれ、何うまそうじゃない。ああ当たり前だ、こんなのカラスも食わねえわ。死に損だったな安田。来世も期待すんなゴミクズ野郎。リュウさん今度一緒にタコパしようね。かわいい。何がかわいいね。100キロの塩なんかかけたらもう塩だけだぜ。もう100キロも塩かけたら、ね、食わないからもうこれ。え食わない。いや食えやもうそこまでやんなら。ラジオネームシスターフッドオブスティール、ブラザーな、ブラザー。どうもー、ガールズバンドでギター担当してる女子です。毎日毎日イカ臭いスタジオでみんな練習を頑張ってきたけど、今日は待ちに待った初めてのライブ。あ、いけない。あー私ってマジでドジ。せっかくの初ライブなのにギターと間違えて安田持ってきちゃったよ。まあでもしょうがない、これもロック、青春の衝動って誰にも止められないよね。それじゃあ早速安田の眉間と足の指に穴開けて弦を通してピーンと張るでしょ。いいよいいよ。ほんで鼻潰してひねってチューニング。ああ結構いい音が出るわね。仕上げは安田のゴミみたいにクソしょうもないそっちのアンプにぶっ刺してエレキギターの完成。なんでアンプ通すの。おらどうせ安田アンプ通すんだけ、叫べ、アンプを通すんだよ。腐るギター、てめえのロックロールそんなもんか。下手でもいいんだ、ロックに技術求めるんじゃねえ、魂で奏でろ。さあ俺と共にロックの神様ぶっ殺しに行こうぜ。なんでロックの神様ぶっ殺しに行くの。そう曲で一緒に、そうよ、すごいじゃない。ラジオネームセンター
エビ原優。エビスね、エビスね。どうも、右手で寿司を握り、左手で陰毛かきむしる、寿司屋の大正系女子です。ヘロス、お客さん今日は何にしましょう。私のおすすめは熟成安田の握り、ネギ安田軍艦、炙り安田の五貫盛りです。いい、炙るさあ、いかがいたしましょう。炙るのはもう分かるから、いい、炙るのは。安田三枚、はい、かしこまりました。まずは安田をまな板に叩きつけます。ほんで次に安田を包丁で下ろします。この時安田は非常に臭く有毒なのでアルコールぶっかけます。安田をシャリとプッと握って、安田三枚どうぞ。安田三枚を安田抜きにしてほしい。かしこまりました、はい、安田をゴミ箱にポイ、はいはい、やっぱり寿司に安田いらねえや、はい、切ったれドブ川に帰れ、はい、鮭安田、似てるよ、似てる、さっきのに似てるよ。料理しようとしてやっぱりいらねえっていうのが一緒だろ。似てる似てる。ラッパーザキミちゃん、ザキバチョフな、かっこ俺は女子、俺つけてんだよ。あそこにディルドを入れてる時に、お前が舵を取れと叫んでいる長渕系女子です。私、長渕剛と同じぐらい安田さんが大好きなんだ。あ、そう。だから私、安田さんのためにね、うん、長渕剛の歌を歌っちゃうね。う、私の大好きなキャプテンオブザシップのヨーソローのところを歌ってあげるから喜ぶんだぞ。ヨーソロー、進路は東、ヨーソロー、お前が勝ち取れ、ヨーソロー、安田は不細工だ、ヨーソロー、安田は声が汚い、急カーブしてる、もっと安田の話をさせてくれ、急カーブしてる、安田はヘドルより臭い、安田は底辺に生きる泥沼、安田は無職で金がない、無職じゃない、安田の人生いいことない、安田は臭い臭い臭い、ないないない、安田はキモいキモいキモい、ないんだろ、悪口は、安田はうざい、悪口じゃないんだろ、安田はワニに食われて大便になってる。悪口じゃないんだ。安田の悪口ってマジ最高だよね。そんなになかったじゃねえかよ。途中でリピートしてたじゃねえか。ねえから以上。もういいよもう。え、マジで。